今回の議題ですが、私の問題意識は調剤薬局の効率化です。最新のアプリを導入したいと考えています。アプリを使って処方箋をスマホで送信し、患者様の待ち時間を短縮します。理想は患者様一人一人がかかりつけの薬局を持つこと、マイファーマシー。これが僕たちの目指すところです。